西暦800年頃のケルズの書は、アンシャルタイのアイルランドにおける編集である、インシュラー大文字体で記されている。アンシャルタイは、西暦4世紀から8世紀にかけて、ラテン語とギリシャ語の写本に使われた、大文字の書体である。アンシャルタイの文字は、ギリシャ語、ラテン語、ゴート語を記すのに使われた。アンシャル書体、アンシャル字体とも言う。 アンシャルはアンシアルとも表記される。様々な書体の関係を簡易化して示した図。ローマギリシャのアンシャル体の発展を示す初期のアンシャル体はローマ筆記体から発展したもののようである。従来の文字がパピルスのような荒い材料の上に書くのに適して、角張った画数の多い字を使っていたのに対して、初期のアンシャル体は新しい用皮や、 特殊紙の滑らかな表面を利用した太い一筆書きの筆角により特徴を付けられる。大英博物館像のデベリス・マスドニシスのような最初期のアンシャル体の例では全ての文字は互いにつなげられずに書かれ、また単語は通常区切られていない。しかし単語を区切ることは後世のアンシャル体の特徴である。 書体が数世紀かけて発展するにつれ、文字は複雑化していった。特に、西暦600年頃、基本的筆画に対する装飾や誇張が多くの写本に現れるようになった。アセンダーやディセンダーの出現が最初の主な変化であり、ついで基本的な筆画が曲げられたり、重ねられたりしていった。西暦800年頃により、細かな小文字書体が勃興した時、 当時のアンシャル体の文字のいくつかは、より単純で小さな小文字書体のデザインの基礎になった。その後も、アンシャル体は特に聖書の写本に使用されていたが、10世紀前後までに、徐々に衰退していった。アンシャル体による写本は500以上残っており、この数は、カロリング朝ルネサンス以前では飛び抜けて多い。ベザ写本のラテン語のテキスト例一般的に、 アンシャル体にはいくつかの共通の特徴がある。後の時代のアンシャル体では文字がいい加減に書かれることがあった。例えば、二つの L がベースライン上でつなげて書かれたり、湾曲部分がちゃんと曲がらずに直線部分に接していなかったりした。そして文字が以前ほどはっきり区別できなくなっていった。アンシャル体は極めて広い地域で使われたため、ビザンチン、アフリカ、 イタリア、フランス、スペイン及びインシュラーのアンシャルは少しずつ異なる書体が使われた。現代のアンシャル体でアンシールと書いたレイアンシャルという語の本来の意味については多少の疑問がある。おそらくはヒエロニムスがヨブ気につけた前書きに出てくるアンシアリバスという語に由来すると考えられるが、この語はイネシアリバスの語読であってヒエロニムスは 段落の最初の数文字に用いる大きな文字のことを指していたのかもしれない。古典ラテン語でアンシャリスという語は1インチの高さがあると1ポンドの重さがあるのどちらの意味でもあり得たのでヒエロニムスは語呂合わせで上のように言ったのかもしれない。コデックスについてももう一つの意味である木片に引っ掛けているのかもしれない。この書体のことをアンシャルという言葉で初めて読んだのは 18世紀、はじめのジャンマビヨンである。その後、シピオネマフフェイは古代ローマ碑文の大文字書体から、この書体を区別するためにアンシャルという言葉を使い、その定義を一層精密化した。市内写本のエステル記に38にあたる部分、ビサンチンアンシャルで書かれる、アンシャルという語は、アンシャル体で書かれた写本のことを指すこともある。特に小文字でペン書きされた写本と、 区別するのに用いる。ギリシャ語で書かれた最も注目すべきアンシャル写本には以下のものがある。ペテルブルクのものは最高のアンシャル体で書かれていると考える人がある。同時に文字の大きさがどれほど大きくなるかの実例でもある。これらの写本についてより詳しくはグリエルモ・コバーロ・リーチェル・ケイス・ラ・メイスコ・ラ・ビブリーカを参照。現代のカリグラフィーでは 通常ラテン文字を元にした後期のアンシャル体を教える。7世紀後半から10世紀にかけての実例に最も近いものだが、ラテン文字のアンシャル体は、ギリシャ文字よりも編集の幅が広く、かつ規格化されていない。むしろ筆記体によく見られる習慣である、装飾や様々な幅の筆画、場合によっては、中心軸の傾斜に至るまで、現代のアンシャル体は深く影響されている。 20世紀のかなり遅くまでドイツ語の書籍において、ブラックレター書体が継続的に広く使われたのと同様に、アンシャル体に似たゲール文字は1950年代までアイルランド語のタイポグラフィとして伝統的に使われてきた。この書体は現在も文書のタイトルやモニュメントの国文などの公的な用途に使われている。厳密に言うと、 ゲール文字は、アンシャル体ではなく、インシュラー体である。反アンシャルという言葉は、シピオーネ・マフェイの、イストリア・ディプロマティカが所出である。マフェイは、ポアティエのヒラリウスによる有名な、コーデックス・ベシーカネスに見える、アンシャル体を切り詰めたように見える書体を区別するために、この語を用いた。なお、コーデックス・ベシーカネスには、アンシャル体を使った節と、 半アンシャル体を使った節の両方がある。この語は18世紀半ばのルネプロスペルタスさんとシャルル・フランソワ・トゥスタンによっても使われた。半アンシャルという語は広く使われ安定した語ではあるものの通常のアンシャルから派生したかのような印象を与える点で出来の良くない用語である。実際にはアンシャルと ハンアンシャルは共通の古代の書体の特徴を継承しているのである。以下を参照、L.E. ボイル、ベシリカネス、オブ、ヒラリー・リビジティット、イン・インテグラル・ペイディアグロフィ、ウィズアイントロダクション外科医トロング・カレリ、105から17、トゥアンハウト、2001。アンシャルと同様、ハンアンシャルもローマ筆記体に由来するが、そのより新しい、発達した型のものが元になっている。 反アンシャル体は3世紀頃に初めて使われ、8世紀末まで使われ続けた。初期の反アンシャル体は非キリスト教とおよびローマの法律文書用に使われたが、6世紀にはアフリカやヨーロッパでキリスト教のテキストを筆記するのに使われるようになった。反アンシャル体の文字の一般的な字体は以下の通りである。反アンシャル体は5世紀に アイルランドに伝わり、そこからイングランドにもたらされた。イングランドでは8世紀まで使われ、それ以降はインシュラー体に発展した。ありがとうございます。